夫ー・ディートリヒは、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者党の幹部で、同党の新聞全国指導者、国民啓蒙、宣伝省の次官及び政府報道局長を務めた。1897年、プロイセン王国エッセンで商人の息子として生まれる。グラマースクールに通い、第一次世界大戦が始まると、ドイツ陸軍に志願兵として入隊し、 西部戦線に従軍した。予備役将位まで昇進し、一級鉄十字章、二級鉄十字章を受章している。対戦後には、ミュンヘン、フランクフルトアムマイン、フライブルクの大学で学び、1921年に政治経済学博士号を取得した。大学卒業後の1922年に、エッセン商工会議所で調査アシスタントとして働き、 1926年に、エッセンアルゲマイネツアイトゥングで編集員となり、1928年に、ミュンヘン支社で、ビジネスと貿易の記事の副編集員となる。また、ライン地方の鉄製品新ケートの代理人や、法律アドバイザーも務めた。1940年、ヒトラーのパリ視察に同行する。 ディートリヒ1929年4月1日に、ナチ党に入党した。入党後すぐに、エッセンに戻り、新たに刊行された、ナショナルザイトゥングの副編集長になる。1931年8月1日に、ナチ党全国報道局長、ナチ党全国組織部の副部長及びナチ党、全国指導部の報道事務局長に就任した。 1932年9月12日より、ナチ党全国報道事務局長も務めている。1932年12月24日には、新英隊に入隊した。1933年6月2日に、ナチ党新聞全国指導者に就任し、4月30日に、ドイツ報道協会会長に、全会一致で選出された。 1933年12月に全国新聞委員副総裁に就任し、1936年3月29日からは国会議員も務めている。ナチ党のプロパガンダ報道に非凡な才能を発揮した。1934年、アドルフ・ヒトラーがエルンストレーム以下の突撃隊幹部を粛清した長いナイフの夜の際には、 総統は総統を殺害しようとした党員たちの、モラルの低下にショックを受けられたと報道した。ルドルフ・ヘスが単独飛行した際には、適量での事故死と報道している。東部戦線で赤軍に押し返され始めても、ソ連は崩壊したと報道し続けた。ディートリヒの職務は、宣伝大臣のヨーゼフ・ゲッベルスや党、出版全国指導者のマックス・ワマンとこる部分が、多く、 摩擦もしばしばあったという。1937年にゲッベルスとの間で妥協が成立し、ディートリヒは1938年1月15日には、宣伝省時間及び第四部部長に就任し、政府報道局長及び、全国新聞議員総裁にも任命される。しかし、その後も対立は続き、ゲッベルスは、東部戦線の報道に対して、 自分の報道と食い違う内容を報道する、ディートリヒに起こり、ヒトラーはディートリヒを解任するべきだと日記に記している。1945年3月30日、ヒトラーにより全ての公職を呼び、党内役職の地位を解任された。ドイツ敗戦後には、ニュルンベルク継続裁判の一つ、大臣裁判にかけられ、 外務省報道局長だったパウル・ガレルが証人として出廷した。1949年4月11日に懲役7年の判決を受け、ランツベルク刑務所に収監された。1950年8月に中ドイツ高等弁務官、ジョン・ジェマクロイの恩赦により釈放され、釈放後は DKV ユーロサービスに就職し、1952年11月22日に、 デュッセルドルフで死去した。ディートリヒは、ランツベルク刑務所週刊中に回顧録を表し、その中で、ヒトラーとナチズムを厳しく批判している。第一章では、政治家、軍人としてのヒトラーの指導力を批評し、第二章では、第二次世界大戦前及び大戦中に、ィートリヒが間近で見た、ヒトラーの日常について書かれている。2010年、回顧録は、 歴史家のロジャー・ムーアハウスにより、私が知るヒトラーと題され、スカイホース出版から出版された。出版の際、ムーアハウスは、ディートリヒの批評は誠実に聞こえるが、彼はその時に何をしていたのかと、私が知るヒトラーを紹介している。1938年、ヒトラーとチェンバレンの会談に同席するディートリヒ、ありがとうございます。